バルターネーリング、バルターネーリング、ワルサーネーリング、1892年8月15日1983年4月20日は、ドイツの軍人。第二次世界大戦中は、総甲、戦車部隊指揮官を務めた。最終階級は、ドイツ国防軍装甲兵大将。西プロイセンのシュトレッチンに生まれる。アビトゥア合格後の1911年9月に、 士官候補生として陸軍に入り、ドイツ騎士団第152不評連隊に配属される。第1次世界大戦開始当時は小隊長だった。1914年に東部戦線で負傷11月の第148交尾機動大隊への転属を経て、12月に連隊に復帰した。同年鉄十字章を受章し、1916年に中尉に昇進した。 同年志願して、航空部隊に転属したが、訓練14日目の6月23日に墜落し、镑骨骨折と脳震との怪我を負った。回復後、第22不評連隊に転属となり、西部戦線で従軍。1918年7月に、副部重層の重傷を負い、野戦病院で終戦を迎えた。1919年初頭は、義勇軍に属し、 西プロイセンで反乱を起こしたポーランド人賃及び国境紛争に従事した。1921年にバイマル共和国軍に採用され、1923年3月に大尉に昇進。同年9月に昇園を所有する裕福な家の娘と結婚、数おかずめを設けた。10月に、 ケイニヒソベルクの運転士養成家庭に展示、ベルサイユ条約でドイツが保有を禁止されていた参謀本部の参謀商工としての教育を受ける。1925年10月に国防省に転属となり参謀商工養成教育を受ける。1926年10月、兵務局参謀本部の偽装名称に移動、作戦部に属し、 自動車下部隊の運用要項を作成した。ここで1年後に転属してきたハインツグデリアン少佐と地域になる。同年3月にミュンスターに移動し、第6衛星大隊で重車両の運用導入を担当した。同部隊でトラック運転免許を取得。1929年に同地の自動車大隊に配属される。これはドイツ陸軍最初の自動車部隊であり、ネーリングは 機関銃を積んだサイドカーの部隊である第一中隊長に就任した。1932年に少佐に昇進して国防省に復帰し自動車部隊観察部作戦課長に就任。グデリアン中佐の配下となった。以後3年間、総合部隊育成に従事する。1932年末、兵務局教育部の要請により、騎兵軍団運用における 装甲旅団をテーマとする研究をまとめ、装甲部隊の敵軍包囲や敵前線突破における重要性、防御における脆弱性と他陛下との共同の重要性、短期決戦での優位と長期戦での不利を指摘した。アドルフ・ヒトラー政権樹立後の1934年3個、装甲士団の編成が決定され、同年9月にネイリングは中佐に昇進した。 1935年と1936年には、グデイリアンと共同で、装甲部隊と多種兵器との共同をテーマとした研究を行った。1936年には、対戦車防御と題する書籍を出版。1936年7月、スペイン内戦に参加させるため、ドイツ義勇軍の第88装甲大隊の戦車や重装備を、 スペインのプルゴスに輸送する任務に従事。この功により1940年にスペイン軍事功労勲章を受賞している。1936年から翌年まで陸軍大学に学ぶ。1937年3月に大佐に昇進。10月に戦車150両からなる第5装甲連隊司令官に任命される。1939年6月、オーストリア併合に伴い、 ビーンに転属となり、サンタビグデイリアン配下となった。7月、同時のダイジックス軍団参謀長に就任。ポーランド侵攻により、第二次世界大戦が始まると、ネイリングはダイジックス軍団参謀長として従軍。ポーランド回廊を蹂躙し、2個走行手段及び2個、自動車化不評手段を要してブレストリトフスクに、化進撃した。これは、最初の独立した、 装甲部隊による実戦参加であった。第1クス軍団は翌年のフランス侵攻にも参加。スダンを攻略し、装甲部隊の進撃を援護する任務を負った。5月28日の敵戦線突破後、ヒトラーは4個装甲師団と2個自動車家付評師団を、要するグデイリアン装甲集団の編成を命令した。8月に、グデイリアン装甲集団司令部はベルリンに移動し、 ネーリングは少々に昇進した。同年10月、新編成の第18装甲師団長に補えされる。翌1941年のバルバロスサ作戦に装甲師団を率いて参加。同師団はグデイリアンの第2装甲集団に属した。ブグ川をゼーレーベ作戦に使用するため開発された水陸両用戦車を用いて突破、さらにベレジナ川とかに成功し、 その項により7月27日に、騎士鉄十字章を受章した。ソ連軍の冬季犯行により包囲された第216、不評志願を救出した後、翌1942年2月に中将に昇進。同日、第18総甲師団長の任を解かれ、5月に、ドイツアフリカ軍団司令官に転出した。トブルク攻略の項により、7月に総甲兵大将に昇進。 アラム・ハルファの戦いの最中の9月に空襲により、重傷を負った。回復後の11月に、チュニジア中流ドイツ軍部隊司令官に任命される。地中海方面の司令官である、アルベルト・ケッセルリング元帥は、ネイリングの指揮に高い評価を与えていたが、ネイリングが、アフリカ戦線について上層部を批判したため12月に、ハンス・ユルゲン・アルニム上級大将に代わられた。 ネイリングは東部戦線の第1支部軍団司令官に異動となり、1944年7月から8月にかけては第4総甲軍を指揮した。1945年1月、指揮下の部隊を11日で 250km 退却させて、損害を警備にとどめた選考より、白洋犬付き騎士鉄十字章を受章した。3月に第1総軍司令官に任命されたが、 ドイツの降伏により間もなく、戦争は終結した。ネイリングは5月8日に、チェコのブドバイスで、アメリカ軍の捕虜となった。ガルミッシュイコールパルテンキルヒエン、ついでマールブルクアンデアラン近郊のアレンドルーフの捕虜、収容所に収容されている間に、ネイリングは、アメリカ軍の交換選手編さんに協力して文章を、表した。1947年からは、 グレイリアンと共に戦士を執筆している。1948年5月に釈放される。1949年に西プロイセンの追放ドイツ人団体に加入し、西プロイセンについての論文を表した。デュッセルドルフの自動車会社に就職し、また趣味の資料の団体を組織した。1964年以降戦士に関する著書を表し、 ドイツ国防軍関連の書類管理権がまだ西ドイツになかった当時、軍事私学及び軍事問題の第一人者とみなされるようになった。1955年には再軍備に備えたドイツキリスト教民主同盟の防衛委員会の顧問に就任している。これらの功績により、1973年7月にドイツ連邦共和国功労勲章第一等十字章を受章した。 デュッセルドルフで死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。